どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はですねシンガポールチャンギ国際空港に来ております。で今日はですねこのチャンギ国際空港から、モルジブの方にね行きます。でフライトはですね今朝のね6時26分なんですけども、前回ねインドのデリーからこのシンガポールまでシンガポール航空で来たんですけども、その時ね手荷物を全部預けて直接マレまでね送っておりますので、シンガポールにはね入国しないでそのままね、マレの方に向かいます。でフライトがね朝の9時ということで、あとね2時間半ほどありますのでラウンジの方ね行きたいと思います。次はですねシンガポール航空のエコノミークラスでね行きますので、多分ねクリスフライヤーラウンジかなんだっけサイランスゴールドラウンジ、あら名前が出てこなくなっちゃった、もう一つラウンジあるんですよね、まあ、どっちか利用できるかななんていうふうに思いますので、とりあえずゲート等々ね確認してそちらの、ね、ラウンジ行きたいと思います。ということで行きましょう。私の乗り飛行機はあれですね、10時5分発のマレー機 UA797698 だったかな、 SQ432 ってやつですね。 A の9番ゲートということですので、まあ、私はねチケット持ってますね、このまま搭乗できるかなと思いますので A の9番のゲートねとりあえず見て、ラウンジ行きたいと思います。はい、ということで、いやーチャンギ国際空港来ましたね。いや懐かしいな、こんなに栄えてるの嬉しいですね。そして免税店がねやってるんですね、すごい、一つも閉まってないですね。いやいいですね、ここもねラウンジめちゃくちゃありますし、またあのプライティバス入れるラウンジもたくさんあるんで、また後日ねいろんなところね見ていきたいと思います。今日はねちょっとあんまり時間ないので、あのホッピングとかはねあんまり考えておりませんけども、いやー来れるって嬉しいですね。もう2年前何回来たか分かんないぐらい来たんですけどね。非常ベルが鳴ってますね、大丈夫かな。いやー本当にやっぱり久しぶりに来てもやっぱりチャンギ広いですねめちゃくちゃ広い、すごい、朝から買い物されてる人がねいらっしゃいますね。では A の9番ゲートもねちょっと歩いていきたいと思います。テンション上がりますね、久しぶりのチャンギ国際空港、すごいですね。これ昔もあったかな、ルイ・ヴィトンの魚が泳いでますね。それでは A の9番ゲート到着しました。そうそうそう、チャンギ国際空港あれでしたね、ゲートの前にもう一回手荷物検査があるんですよね、っていうことなんでちょっと早めに行きましょう。はい、ということでそこにシルバークリスラウンジがあって、その隣にねクリスフライヤーラウンジがあると思うんで、昔ね情報だとねクリスフライヤーってラウンジシンガポール航空のビジネスクラスしか利用できないところがあったんですけど、 ANA のダイヤモンドだと使えるみたいな、まあ、そんな話だったんですけど、それも変わったみたいなちょっとね情報錯綜してますんで、ちょっと突撃していきたいと思います。ダメならダメ、行けるなら行けるで、ちょっとはっきりしておきたいですね。あの ANA ダイヤモンド持ってますんでね、どうでしょうかね、行けるといいですけど、やっぱりチャンギ国際空港って言ったらこれですよね、皆さん路上であの隅っこの方で寝るっていうね。いやどうでしょうか皆さん、チャンギ国際空港めちゃくちゃ人いますね。あ、今朝の6時半ですからね、人は戻ってきている証拠ですね。そんなに入国厳しくないんでね、まあ、ちょっといろいろ必要ではありますけど、やろうと思えばっていうところですね、はい、今回入国しないですけどまた後日入国すると思います。はい、ということでランジ行きましょう。あ、やっぱりトランジットホテルもあるんですね、トランジットホテルもどんなんかちょっと気になりますね。はい、ということでこちらですね、こちら新しくなったんですよね、シルバークリスラウンジ、ちょっとこちら突撃で聞いてみたいと思います。まだね再開されてまだ間もないと思います、再開っていうか新しくなってね。ということで行ってみましょう。ということでなんとファーストクラスラウンジに入れていただきました。いやびっくりですね、こちら知っておりますかね、このラウンジね今年の何月かだったかにね、本当に 2,3 ヶ月前に、ね、新しくオープンしたばっかりのラウンジなんですよね。いやありがたい。で入れた理由なんですけども、やはりね ANA のダイヤモンドではね、あのシルバークリスラウンジも使わせてもらえなくなってるそうです。ですので ANA ダイヤモンド持っていても
クリスフライヤーラウンジではなくてサイランスメンバーのねあのラウンジっていった形になります。 Thank you! Welcome! ということで、先ほどちょっとねどこまで話したか分かんなくなっちゃいましたけども、で今回ねなんで私は入れたかというと、前回の登場がファーストで次エコノミーなんですけど、前回がファーストから入れてあげるよっていうね、とてもねあの親切な対応をいただきました。いやありがたい限りですね。いやね、できたばっかりのラウンジに入れて非常に興奮しております。ちょっと後でねあのちょっと向こうの方もね見ていこうかなと思うんですけども、ひとまずねちょっととっさ的にねシャンパンって言ってしまいましたということでいただきたいと思います。こちらまたコンテスっていうねシャンパンですね。多分高級シャンパンだと思います。いや朝7時のシャンパン効きますね。非常に美味しいです。あれがありますんで、手荷物検査がありますんで、ひとまずね、9時5分だったかな、ボーリングタイムがですので、まあ、ここをね8時過ぎぐらいには出たいなと思いますので、ひとまずあと1時間ちょっとぐらいですかねゆっくりしたいと思うんですけども、まあ、せっかくファーストクラスラウンジに、ね、入れておりますので、食事とあとねシャワールームをね利用させていただきたいなと思いますんで、まず、ね、これ飲み終わったらシャワールームね行きたいと思います。まあ、どんな感じなのかね私も気になってしょうがないっていう感じになりますね。はい、ということでちょっとこれいただいてねシャワールーム行きます。そうそう、で入るとねこんな感じでドリンクメニューがねいただけます。で一応ねあの画像を出しておきますね。ちょっとねこの体勢で喋りながらで申し訳ないですけども、紅茶はね TWG が使われております。で飲み物ですね、でこちらがプライベートルームっていう、こちらファーストクラスラウンジがプライベートルームって呼ばれてるっていう感じですね。でシャンパン、ワイン、赤ワイン、白ワイン、まあ、スピリッツ等々あります。すごいですね。ジャック・ダニエルとかもあるし、うわジョニー・ウォーカーのブルーラベルもありますね。これやばいですよ。多分これ全部ほとんどやばいんじゃないですかね。やばいっていうのはあれですけども、このねジョニーウォーカーのブルーラベルっていうのはニューヨークで確かね2年前、3年前ぐらいに行った時にねあの友人のお家の方にね飲ませていただいて、これ一杯80ドルするよって確か言われて引いたんですよねですんで多分これもねめちゃくちゃ高いと思います。ブルーラベルはちょっといただきたいですね。ということでこれはちょっとねシャンパン飲んだ後お風呂上がってからねいただきましょうかね。はい、ということでシャンパンいただいてお風呂行ってきます。こんな感じです。ファーストクラスラウンジの中は、はい、で私が座ってたのはねもうちょっと奥側なんですけども、こんな感じのねプライベートルームっていうねラウンジになっております。いや非常に高級感がありますね。いやすごい。ということでシャワールームの方ね行きたいと思います。こちらはねお酒類ですね、もう全部注文していただけるみたいなねそんな感じになっております。いやすごいですよね、高級感がやばい。ここはねシンガポールのねチャンギ国際空港なんで、シンガポール航空の拠点といっても、ね、過言ではない場所なんで、やっぱりね力が入っておりますよね。ということでファーストクラスラウンジのシャワールーム入ってまいりました。いややばいですねすごい高級感半端じゃないですね。置いてあるのはこちらですね。ヘアブラシとヒゲ剃り、ありがたい歯ブラシもある。でボディーローション等々ありますね。いやめちゃくちゃ高級感ありますね。やはり改装された、こちらもね改装されたばっかりなんで、いやすごい。で下にねドライヤーがセットされております。であとお手洗いとあとシャワーブースとバスタオルですね。うわトイレが自動で開きましたすごい。で中はですね可動式と固定式のね2つになっております。はい、可動式とちょっと固定式がね取れるかな、あいけそうですね。はい、こんな感じで、でアメニティはこんな感じになっております。はい、これも多分どっかのブランドのやつそうですね。はい、ということで入りたいと思います。いやーいいですね、最高です。
今ね、上がって気づいたんですけど、完全にノーチェックでしたね。ウォッシュレットついてますね。すごい。よく考えたら、日本ではそんなに珍しくないですけども、チャンギ国際空港のファーストクラスラウンジはウォッシュレットがついてますね。これ好きな方は結構いいんじゃないでしょうか。では、今ね、ちょうど上がりましたので、とにかく顔して行きたいと思います。ということで、ラウンジの方に戻ってまいりました。これね、ドリンクメニューだと思ってたら、これね、ドリンクメニューをページを開けると、朝食5時から11時、11時から6時がランチ、ランチっていう感じで、時間帯によってね、メニューが分かれております。いや、非常にたくさんのメニューがあって、ちょっとね、全部紹介しきれないですけども、はい、まあ、こんな感じになっておりますんで、ぜひ皆さん来た際にはいろいろ試してみてください。で、私はですね、ジョニー・ウォーカーのブルーラベルロックでいただきました。いやー、すごいですね。ファーストクラスラウンジ、さすがファーストクラスラウンジっていう感じですね。で、食事はですね、まあ今ね、ちょうど7時半であと30分ぐらいありますんで、ラクサをねいただきました。ちょっとラクサね、食べたいなってもうずーっと思ってたんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。ということで、今ね、作っていただいておりますんで、出来上がるまでもうしばらく待ちたいと思います。ちょっとね、ブルーラベル飲みながら。いやー、このファーストクラスランチすごいですね。多分ね、また次回乗り継ぐ時にね、利用できると思うんですけども、まあでもね、どのぐらい利用できるかっていうのはね、また分かんないんで、この機会に利用させていただいて本当にありがたいですね。こんなに綺麗になったってことは、ビジネスエリアも多分綺麗になったと思うんで、そっちもちょっと見てみたいですね。はい、ということで、そのビジネスエリアもビジネスクラス、シンガポール航空のビジネスクラスと、おそらくスターアライアンスのビジネスクラスでも入れると思うんですけども、エコノミークラスだと入れないと思います。エコノミークラスのスターアライアンスゴールだとまたね、別になるみたいなね、まあ、そういった感じになるんですよね。そちらもちょっとね、またレビューできたらなと思います。ということで、今ね、食器類をね、運んでいただきました。本当に高級レストランみたいなね、そんな雰囲気で、そんなサービスですね。はい、YouTuber なんですかみたいな、カメラ素敵ですねみたいないや、本当にね、すごいですね。はい、ということで、もうしばらくね、待ちたいと思います。ということで、ラクサね、到着いたしました。綺麗に見えるかちょっとわかんないですけど、ではいただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそう。美味しい。またお上品な味で、私がクアラルンプールで食べたやつとまたちょっとテイストが違いますね。入ってるのは油揚げだと思いますね。あとこれはナルト、あ、違う、かまぼこ、うん、あとゆで卵が入ってる感じです。めちゃくちゃ美味しいです。以前はね、ビジネスエリアでも提供されてたんで、もしかしたら同じようなものがね、提供されてるかもしれないですね。ビジネスエリアでも非常にね、ラクサ人気ですんでね、注文される方ね、多いと思います。非常に美味しいです。いや、久しぶりに食べれていいですね。幸せです。ということで、あとはね、ゆっくりジョニー・ウォーカーのブルーラベルをいただきながら、いただきたいと思います。それではラウンジを出て搭乗ゲートに向かいたいと思います。 Thank you。 いやね、マッサージルームもあるらしいですね。次回は使いたいですね。ではお手洗いに行っていきましょう。ということで、行きましょう。いやー、めちゃくちゃ良かったですね、ファーストクラスランチ。多分次回また使えるんじゃないかななんて思うんですけども、こればっかりは乗り継ぎとかの時間もありますんでね、まさかファーストクラスの方にね、入れてもらえると思ってなかったんで、びっくりでしたね。ビジネスの方に入れていただけるだけで、まあ、私としてはね、ありがたいなと思ってたんですけど、まさかねまさかのファーストクラスラウンジでしたね。ということで、 A の9番ゲートでしたよね、行きたいと思います。あとね、手荷物チェックももう一回ありますんで、それもね、終えたところまで、一回で、ね、動画止めたいと思います。
ということで制限エリアの方に行きました。こちらねやはりあのゲート前に、ね、もう一度ありますんで、あの水分等々はね持ち込めないって言った形になります。ということでもともとね9時5分のね搭乗開始だったんですけども、今9時20分ということで、でもね出発はね10時5分とかで、結構早めの搭乗時刻は印字されてたんで、まあこの状況でも多分まだオンタイムで飛ぶんじゃないかななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、もうちょっとしたらですね搭乗ね開始されるかなという感じです。で今回ですねシンガポール航空のエコノミークラスに乗って、マレまでねシンガポールから行きます。前回ねスイートクラスでしたけども、今回ねどんな感じのサービスがね受けられるのか皆さんにねお見せできればなと思います。確かね1時間ぐらいのフライトだったんで、多分機内食もね多分出ないと思うんですけども、まあどんな感じにね、まあ座席等々もね私エコノミークラスねシンガポール航空に乗ったことないので、まあ、ちょっとね楽しみにしております。ということでもうしばらくね搭乗まで待ちたいと思います。ではね今回エコノミークラスなんですけども、スタイラスゴールドで、ね、呼ばれましたんで行きたいと思います。ハロー、スタイラスゴールド、 Thank you。 ハロー、いやあれですね、本当にこの制限エリアのところにはねお手洗いがないんで、はい、めっちゃお手洗い行きたくなりますね。なんか行けないって思うとねまた行きたくなりますよね。ということで荷物置いてお手洗い行きたいと思います。今回は43の A、 そんなに大きい飛行機じゃないと思ってた。エアバス350かな。あらー、ソーリー。それはね登場いたしました。モニターがある、イヤホンジャックと USB もありますね。いやすごい。今回はボーイング 737-8 ですね。こんな飛行機でもちゃんとモニターがついてかなり新しそうですね。はい、ということで中にはねこんな感じで駅チケット袋とこんな感じでね枕と毛布セットされてますね。あれ、そんなに長いフライトだったかな。もしかしたら私が勘違いしてるかもしれないですね。また時差の関係でもうちょっと長いのかもしれないですね。ちょっとわかんないですね。でもさすがにこれ配られるってことはもうちょっと長そうですね。はい、失礼いたしました。シートピッチはねこんな感じで、2つ分ぐらいですね。かなり広いですね。はい、で外はね今回楽しめる席なんですけど、残念ながらあいにくの雨という感じですね。首元はこんな感じで結構余裕じゃないでしょうか。はい、そんなところでしょうかね。まあ一応ね国際線ということで、まあ、こういった感じになってるんですね。いやでもモニターもあって毛布もあって枕もあるということで、いやかなり快適なフライトになりそうですね。ということで今回ね、優先搭乗させていただいておりますので、もうしばらくね待ちたいと思います。ということで、やはりねフライト時間は4時間32分でした。失礼いたしました。この飛行機ね、ボーイング 737-8MAX ですね。はい、一時運転は確か停止されてた飛行機ですよね。だから結構問題が起きて、私ね乗ったことなかったんで初めてですね。ちょっと楽しみですね、どんな感じなんですかね。で今回はねエンジンが真横にあるこの位置なんですよね。エンジン見ながら景色が楽しめるという感じですね。で奥にはですね、多分これ私が乗ってきた飛行機だと思うんですけども、エアバス382階建ての飛行機はね止まっておりますね。ちょっとこうやって見るとエアバス382はめちゃくちゃでかいですね。はい、ということで今ね機内安全ビデオが流れておりますので、もうちょっとしたらね大きく動くかもしれないですね。はい、結構ね搭乗率は高いです。33の座席でお隣さんもいらっしゃる感じですね。で前の方はねビジネスクラスが4列ぐらいね設定されている感じですね。この前私が LOT ポーランド航空で乗ったような22の座席で、まあフルフラットにできてみたいな、あんな感じの座席でしたね。多分フルフラットになると思います。
ちょうどそう言ってたら動き出しましたね。はい、こちらがエアバス380でかいですね。During these times, charging your electronic devices is also not allowed. If you're not using your device, it must be held in your hand or placed in the seat pocket in front of you. If yourすぐ寝て、で機内食を食べて、ああ、
たね。はい、もうね、モルディブの海が見えておりますね。天気が悪いのか、あんまりうまく綺麗に見えないですけども、もうちょっと降りてきたら綺麗に見えるんでしょうか。はい、今回モルディブも初めてということで非常に楽しみですね。ということで、もうしばらく到着待ちたいと思います。ということでお披露目でした。ちょっとね、雨が強くて飛行機取れなかったらすいません。ちょっとね、この装備は雨には弱いんで、やはりマレラ空港は今拡張工事をしてるっぽいですね。でも工事をしてる感じじゃないんで、もしかしたら止まっちゃってるのかもしれないですけど、いや、日本から直行待たれますね。いつかあるとモルジブとかね、行かれたい人多そうですもんね。あそこはめちゃくちゃ良さそうですよね。ちょうどいいタイミングでバスが動き出しました。今のマレの空港はどんな感じなんでしょうかね。マレの空港来るのも初めてなんで、あそこかな、アライバルって書いてある。不安なのはね、今までずっと使ってたね、SIM カードがこの国だけ使えないんですよね。大丈夫かな。一応モルディブの入国条件はね、満たしてる。まあそんなに厳しくないんですけど、アンケートの回答みたいなのが必要で、それはもう終わらせてるんですけど、それを見れないネットがないからそれがちょっと不安ですけど、まあ多分パスポートの番号とか入れてるんで大丈夫だと思うんですけどね。ちょっと不安です。あー、いいですね。エアアジア、バニビリアエラー、イリアエア、プロペラ機ですね。おー、かっこいい。で、こっちもビリアエア、これもプロペラ機ですね。で、シンガポールとエアアジア、エアアジアが、エアエイジアが止まってますね。はい、到着です。